皆さんこんばんは。パリ・サンジェルマン対カンブール・レーウワルデン、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。そしてね、早いうちにやはりゴールシーンを見たいですよね。はい、パリ・サンジェルマンとしては特にトップへつなげるまでの流れでいろんなことをやってくるかもしれないので見ものですよね。はい、本日はそんな一戦を迎えています。そろそろ試合が始まります。さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。注目していきましょう。このボール、どうだ、シュート、ここはよく守りました。左側上がっていきます。預ける、サンソーン、さあこのボール、あっとここまで上がってきた、届くか、いいですよ、ちょっと当てる選手が少ないか、シュート。前半の15分を回りました。左からのチャンスになる、上がってくる、いきますよ、まだいきますよ、中は4枚か、また返した、ゴール前を狙っています。右からのチャンスになる、うお、おっといい形だ、クロス上げるか、一旦預けます、ヘッド、ボールコントロール前線へ、ロバート抜ける、いい感じで走り込んでますよ、いいですね、ゲル、ここで奪ってきた、ここで前半戦終了。さて北澤さん、前半ご覧になった上でのコメントをお願いします。さあ後半スタートです。エンドが変わって右にパリ・サンジェルマン、左にカンブール、いい形だ、打つのか、パンチング、右サイドエリア、ここからも狙えるか、おっとゴールなりません。それにしてもああいったシュートは思い切りの良さを感じられますよね。ロバート、どうだ、つながればチャンス、右サイド、このボール、パリ・サンジェルマン、立ち上がりについてどうご覧になりますか。前半同様ペース握ってる感じがしますね。
サイドからの攻撃。ここまで来ていた。ヘッド。左。勝っています。北澤さん。パリ・サンジェルマン。今のところ0-0。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。ああそうですね。このシュート、右足決まった。パリ・サンジェルマン決勝点になろうかという先制弾。チーム待望の一発を決めます。スタジアム今日一番の歓声ではないでしょうか。しかしドリブルと、パリ・サンジェルマンまずは1点先行しています。こちら側としてはね、これでちょっと面白くなりましたよね。はい、引き続きここから注目していきましょう。カウンターですよ。取られます。1対1だ。これは来た。来たー。ピンチを逃れました。一人で持っていけるか。おっと抜けていますね。よく守っている。右サイドだ。いいディフェンスだ。このボール、試合終了の笛が鳴りました。